え、やるの？え、ここってやるの？使うと思わなかったよ。 はい、皆さん、こんにちは。本日はメイドインアビス。こちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。今回からね、えと、深海3層ということで、大乱層と呼ばれる場所にね、リコとレグが潜っていくことになるんですけども、まあそこはね、絶壁4000メートルのね、壁がこう下まで続いているということなんですが、前回のラストの方でもこう風を吸い込むのか、まあ吹き出してるのかよくわかんないけど、こう真っ白いね、穴が見えていたんですけども、まあ今回果たして一体ね、どんなことが待ち受けているのか、ここを潜りにあたっての厳しさ、そして心構え っていうのはまあ、前回までのその生存訓練と呼ばれるねまあ、大善さんからのある種厳しいけども優しさによってまあ、心構えは十分できていると思いますその強い気持ちを持ってねまあ、これから挑んでいくわけなんですがそれでもきっとね予想外のことが起きると思うんですけども30分ねそれを見てわーきゃ言いたいなと思っておりますあと大善からね前回ライザが昔使っていたお墓の墓標になっていたね無人墜というのをまあ、リコが今もらっている状態なのでそれがね仮想法の代わり りにもなるだろうみたいなことを大善さんが言っていたのでこれをねまた使うタイミングこれ楽しみにしたいなと思っていますで逆にねレグに関しては仮想法を使うタイミング考えるよっていうこと言われているので前回ヘルメットがねマーク変わってたりって気になる部分もあるし、まあ、レグはレグ内にねここを生き延びていくための新しい手段っていうのをまあ見出していかなきゃいけないのかなと そこらへんがまたあの体の中にねどっか秘めたものがあるんじゃないかなと期待しながら見ていきますというわけでね<っ>皆様録画したものもしくはビデオのも画を使って一緒に楽しみください簡単なごめんなさいましスターですよろしく頼むぞ三二一ですあーまたここからなんだねで僕ちょっと勘違いしてたんだけど このリコとレグの旅、まあ、特にリコのお話なんだけど、まあ、結局、アビスの底を目指してるってことは、これ一方通行の旅になるってことなんだね。だから、ここで、今、まあ、マルルクとさ、お別れしてるけど、生きてようが生きてまえが、もうあれなんだよね。もう、このリコたちのさ安否っていうのはわからないんだよね、マルルクは。だって、 確か第6階層を抜けて、まあ、基本的に戻ろうとすると死ぬんだよね一定の上昇までしかできないみたいなさ確かそんなことを言ってたんだよだからそこがね僕結構衝撃だったんだよねこれを知って改めていやーでここかっこよかったよないやけどこれどうすんのやっぱあれなのかな 伸ばして戻して伸ばして戻してみたいなそういう感じんあーえこれは何うん縦穴あっこっから行くことになるんだうんえに何何死とか 怖いんだけどなんでそれを今ここで語るのああまあこの第3層はねまあそれくらいやばいとこだよってことなのかな。うんその準備もしてきたしねこの10日間である程度は。 好きなのだ。好きかどうかは知らないけどね。で、さあ、ちょっと僕の仮説を聞いてほしいんだけど、まあ、違ってたら、ま、黙っててね。で、会ってても黙っててほしいんだけどさ、あのさ、ライザーが、ライズじゃない、オーゼンがさ、戦士、前回の話かな、過去にさ、誰かにやられてんだよね。で、ライザーが、まあ、それを見て、まあ、なんか根絶やしにしてやるみたいな発言をしてるんだけど、これさ、 このオーゼンさんがやられたその連中っていうのは複数いるっぽいんだけどそオーバーバドってことはなないのかなで根絶やしにしてやるっていうライザがそこの方に行って、まあ、オーバード相手とかにして大立ち回りを演じて、まあ、その結果、まあ、どういう手段を取ったかわかんないけどアビスの中ならさもう何でもありだと思うのよ。だからそれでリコっていう存在弱みを知って。 そのリコを殺すためなのか、連れてくるためなのか、さらうためなのか分かんないけど、そのためにさ、この今記憶喪失になってる、レグが地上に送り込まれたってことはないかなで、レグはさ、ほら、断片的な思い出で、どこみたいな、どこにだかどこみたいなこと言ってるじゃん。それって、リコのことなんじゃないのって僕は、 まあ、ここまでの話の中で、そんな可能性もあんのかなって思ったんだけどね。で、オーゼンさんは、ほら、記憶を戻るまでここにいたらよかったのみたいなこと言ってたじゃん。ベグに関して。いや、これはないかな。まあ、あったらいいなとか思って、当たったらいいなと思って喋ってます。ああ、やっぱこっちもあれだね。ちょいちょい描くんだね。うーん、キウイ。 いやー最後に別れた時具合悪かったけど大丈夫そうだねそして当たってるシギーの計算 <laughs> うーん賢いいやそれそこだようんいやそれだよ やっぱ腕かなそうこれ登ってきたんだよねそうかそうか降りるのはなんとかあれだけど登るってなるとねいやーマジであいつ何なんだよレグいや可愛いけど可愛いけどもこんなのもいるのね <laughs> なんかぺちゃんこのなんか猫みたいな。 いやうわーえー、あー <laughs> 食べられちゃったのうん、うん、あんなの見ても莉子ちゃんは本当にワクワクが止まんないんだねいやいや戻るってうん穴から穴へみたいな感じなの ああ、そういうことなんだ。えおとりかなこの子たちも。い <laughs> やいやいやいや、美味しくって。ああ、やっぱそっちに集中させてる間に、行くんだね。うん。ここをさ、あれだよね。リコは今レグがいて、こうやって降りてるけど、 他の白笛のメンバー、まあライザもそうだけどさ、そこら辺はソロとかでここを潜っていくわけでしょそれやばくねえ何何なの何なんだよいや、これ結構あれだね、石かバチかだね。穴見つけて降りてきたらさ、もうすぐ先行き止まりの可能性もあるだろうし。 えいやレグあれかな徐々に徐々にいろいろ思い出していくんだろうかうんいや先導してくれて最悪ね生贄にになってもらえばいいだろうしで生贄にしないでうんうん最悪食料にもなるし、うんおお 出た先に。うん、結構広いね。遺跡なのかな？え、船なの？おほほほ何これやばくない。もうめっちゃ夢があるわ。そしてなんでこんなとこに船いや。<笑><笑> あ、なんだなんか糞とかじゃないいや、だからここを縄張りにしてるなんかいるんだよ。絶対。やばいってやばいって。ちょっとあれ用意して。ほら、ライゼさんからもらった無人椎。いや、もうあなたは知識はやっぱ豊富だな。うーわ。あの口。 やばもう恐竜だね。ああ、あれ大丈夫ああ、ナイス。そうだな、もうこれが打てないから、どうするつもりだろうね。いや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 、ええー、安直。だめでしょ。まだ、2時間10分あるんだよね。そこ。 うんまあ、リコを無人椎持ってるとはいえダメでしょまだだけどこれを本当に使う時がさちょっと怖いけど楽しみなんだよねいやここじゃないんじゃないかなえやるのえここでやるの使うと思わなかったよ いや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 、大丈夫使って。え今のシルエット何逆に今の外に向かって仮想法が出たことによって目立ってさ、もっとやばいのが来るんじゃないか。うん。だからその間安全を確保できる場所に行かないとってことだよね。いや、ほら、絶対ダメだったよ。<laughs> いやいやいやああ、それがさっきのなんだ紅口なあいつかああ最初に出会った時にも着てたやつねいやけどレグ大丈夫かうーん同じやつえー、敵もバカじゃないんだなこんななりしてえ <laughs> いやちょっとすごいモフモフの壁じゃない,いや飛び込んでみたいけどねあい早やい早やい,やい,やい,やいやまだ早い早いえどうすんのやばいもう押してダメなら引っ張ったらいや怖い表情一つ返すうん逃げるかさすがにああ開いたね早く早くレグ うわあギリギリーあ、えちょっと待って、バラバラになっちゃったんじゃない大丈夫ああ来た来た来たよかったよかった。ああ、けども、あまだ起きてる。うん。ここならなんとかなるかないや、なんでそんな自信満々に言えるの 大断層でいや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 探さなくていいよ今はそうだよ二時間は待てようん何え何しようとしてんの腕 <laughs> 引っ張るのね あこれ以上伸びないんだこれこう行こうとしたらさズルズルズルとかあるのかなと思ったけどいや動かなくてよくねえてかレグが起きるまで待とうよこれで何かに遭遇しちゃったらさこのレグも置いていけないしリコが何とかしなきゃいけないわけじゃんえ、そんなことしてるからまたお腹にいるんだよリコ。<laughs> いや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 、うん、もうそこに座ってよ。もう最悪このちっちゃい穴なら出てくるのもそんな大きくないでしょ、う敵。最初からそう白いを、もう3度目くらいだけど。えどんだけ鼻いいのいや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 、行くのやめとけって。 いや、ほらほら、こういうふうにさ、いろんな横穴とかから何が出てくるか分かんなくね怖いわ。怖い怖い。なんか色変わったじゃんんなんだこの割れ目はえこれ危険なんじゃないのいや、もう絶対やばいやつだろう。うわわわわわわ。 ああ、これは、ま、もしかして食虫植物的なああ、溶かされちゃうよ、多分。このままの中にいたら。やべえ。いやーで、これあれじゃないあの猫みたいなあいつらなんじゃないえ尻尾うん。 おー何これだから歩くなって俺は言ったよ何度もおー刃物で開くなんとかおおえ内側に対してそんなことできんのいやけどなんとか開けるしかないねうーんいや声がしょ ああ、いけたいけた。ああ、よかったよかったよかった。よかった。えああ、しぼんでんのか。やっつけたか。いやいや、寝てる間に大冒険だな。なんかいっぱいいんね。え、なんかこんだけいると怖くね えな、ー、にうそいやいやいや、この数で襲いかかれられたら、やばいでしょう。いや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 、やばいって、ああ、よく抜け出せたねもうこんな地味にさ、徐々にかじられて死ぬとか、もう地獄でしかない、ま <laughs> た もう、だから動かなきゃよかったのに。うん,んで、ついてくるんかい。あ,あけど、だいぶ細くなったね。いや、もう、ここにいたら、ここならさ、最悪、ほら、レグが後ろでしんがり穴塞いで。うん。えああ、なんか鳴ってんね。ごめんなさい。 スマホがちょっと鳴ってました。ちょタイマー止めないとえ。いつから鳴ってたごめんなさい。全然気づかなかった、イヤホンで音を聞いてて。うん。えどうなってんのおおなにこれまたすごいところ。どうなってんのうん。 ああ、上昇か。いや、けど行くっきゃねえのか。けどなんか、リコはなんかすごい特別体質とかないかなそれこそ呪いの籠の影響でとか。普通の人だったら耐えられないけど。いやー、怖。いや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 。 いやいや、ここでリコまでもし気失っちゃったら終わりじゃん。うーん。いやー。もう一回言わして。だから、最初の場所でじっとしてればよかったのにだよ。えどういうことなんでいるの え、来てくれたの嘘そっちか <laughs> そっちかあーもうこれで確定だわ。んー、キウイかわいい <laughs>。いやー。しんどいだろうね。ああ、お母さん。 うんもう前回顔は出たけどやっぱ莉子の記憶の中でお母さんの顔が覚えてないからなのかこういう感じなのかなえ大丈夫えどういうことですかあーこんなの見てるってことはぶっ倒れちゃったんじゃないいや倒れたでしょこれはあ 呪いを受けない体になった。いや、どういうこといやいやいや、来ちゃダメでしょ。いや、これは倒れてるよね。きっと。ああ、もう間違いない。こんな盛大なお出迎えなんてないだろう。 もうキュウーイーが喋るとグッてくるわいやいやこんな期間とかがねいつかどうやってか知らないけどあればいいけどねそれこそ異物とかの力なのかさ予想だにしない方法で帰ってくるみたいなああレグね いやいやいやどんな夢見ちゃってんのよこれ起きたらもうレグは起きてるパターンかなけどあのちっちゃいあいつらに追われてたけどねリコどうなってんのかああ別にあれか起きててこんなんだったんだ歩きながら見てたのあんなはっきりと幻覚をヤバ <laughs> ぶっ倒れたのかと思ってたのに登りきったねすごいうんだそれをやってる人はすごいよなこの先とかにいるさだ第5層にだってやばいやつらいるんでしょえまたいや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 どうする いやそれこそもうあれだ。あら、起きた。起きた起きた。ナイスタイミング。あ、使おうとしてるんじゃないこれ、無人通。うーん、状況理解したね。いや、けどこれ、これしかないよ。いや、けど時々不発って言ってたけど、大丈夫かおー、レグ。いや、もう仮想が打たなくても、そんな強いならさっきの使わなければよかったのに。 あえレグに使わせるんだうーん <laughs> すごい、まあ、そりゃそうだよな白笛のライザが使ってたんだからねそりゃそんだけ強くなきゃおかしいよなよで今一体ライザさんはねどんな武器を持ってんのか そして残りのあの3人のね、先導教、神秘教、霊明教、ここら辺も一体どんな武器持ってるのか気になるね。うん。分かった。うーん。だからじっとしてろっつったのに。今 <laughs> しつこいね、ごめんなさい。<laughs> うん。 だけどなんか成長させたから結果オーライな気もするなリコこういう気持ちをさ改めて持てたっていうことはいやこれどれくらい進んだんだろうかトゲトゲしくうん6750えっ卵 <laughs> いやご飯作ってる <laughs> いやなんだ何が見えたえー、何何何いやえー、何第4層って何だったっけあーこれがもう第4層見えてきたんだあじゃもう 4,000m ほぼ降りたんだ今のは今回のお話で。 まあ、そっか、このペースでやんないとね。いや、第4層来ちゃったよ。なんかこの巨人の杯抜けたら、まあ、いよいよ、誰か出てくんじゃないその白笛。まあ、3人名前上がってたけど、なんか筋金入りのろくでなしって追われてたさ、王善が言ってるようなやばいやつ、ボンドルドこれ出てくるんじゃないかなって俺は踏んでるんだけどね。いや、そうなったらどうなるかな。 いやーなんとか今回第3層の大断層ねこれまあほぼ抜けることはもう確定したっぽいんだけどもやっぱやばいねアビス <laughs> ここ俺もう絶対自分がこのレグとかリコじゃないけどさこの一人で降りてくるようなことがあったら生き抜ける自信はないわ。 もう第一層というか最初にこの子たちってかリコがいたような場所で俺は異物を取ってのんびり暮らしたいけどねわざわざこんなそこ行かなくてもっていやー今回そしてとうとう無人椎ねあれをこう使う活躍が出てきましたけどもレグがあれだね普段リコの代わりにいつでもさ使えるようにさむき出しでもって歩いてるっていうのが一番いいんじゃないかなって思うけど けどそんな何回も使えるもんじゃないみたいな話もあったからまあそのうちぶっ壊れたりすんのかなあの毒と呪いいやまたちょっと怖いタイトル来たけど一体ね巨人の杯第4層では何が待っているのかこれをまた皆さんと見てね楽しんでいきたいと思いますえというわけでね皆さんの今週のエピソードに対する感想だったり僕の読書に対するコメントをお待ちしております以上動画もたがお送りしましたバイバイ